東京電力福島第一原発の処理水をめぐり、政府は今月下旬にも海への放出を開始する方向で検討していることが分かりました。政府関係者によりますと、福島第一原発の処理水の放出時期について、岸田総理大臣は、 今月18日にアメリカで行われる日米韓首脳会談で処理水の安全性を説明し帰国後に関係閣僚と協議して具体的な日時を正式決定する見通しです岸田総理は処理水の放出時期を夏ごろとする方針に変更はないと強調しました漁業者の方々との間における信頼関係は少しずつ深まっていると 引き続き政府を挙げて安全性の確保と風評対策について丁寧に説明を重ねていきたい全漁連・全国漁業協同組合連合会は反対姿勢を維持していて漁業関係者の理解を得られるかどうかが課題となっています。